さあ皆様お待たせいたしました。今日はここ市民球場にて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まず三塁側東京ヤクルトスワローズ、先発投手は吉則、コンディションは絶好調、どんなピッチングを見せるか。そして対する一塁側東北楽天ゴールデンイーグルス、先発投手は菊池、ベンチの期待を背負ってマウンドに立ちます。まずは1回の表、今日の先発マウンド上は特殊能力スロースターターがついている菊池、1、2回をうまくしのぐことができるか、その投球に注目です。さあ非常に注目度の高いゲームが始まりました。バッターは1番山崎、さあ仕留められるか。打ちました、ファウル、直球見送ってボール。さあ7球目打った、粘ります、バッターよく拾います、投げた、打ちました、ここは粘っていきます、直球見逃し三振。そしてバッターボックスはヒアネ、背番号0、打った、ファールボール。さあ次は何を投げてくる、ストライク、空振り三振、狙い通りビシッと決まりました。投げた、打ちました、セカンド一塁へステップスロー、アウト、スリーアウト、チェンジ。菊池この回きっちり3人で抑えています。バッターは DH 大松、次はどう攻めるのか、外角へ空振り三振、菊池落ち着いてあっさりと料理しました。そして迎えるバッターは広岡、打った、ステップを踏んで一塁へ送球、アウト。ここでバッターは奥村、打ちました、ショート左横のゴロ、送球それた、アウト、これで3アウト。2回の表が終わって0対0、菊池この回見事三者凡退としました。バッターは7番大引き、さあここはどういうコースと球種、直球空振り三振、狙いに行ってのスイングアウト。第2球を投げました、外低めギリギリいっぱい、ストライク、ボール外れた、ワンボールツーストライク、フォーク見逃し三振、いっぱいで決まりました。ここでバッターボックスは畠山、背番号33、第1球をストレートはストライク、カウントワンストライク、外角低めストライク、キャッチャーからサインを受け取った、ストレートはボール、カウントワンボールツーストライク、バットを出しません、ボール、カウントツーボールツーストライク、打った、破った、畠山出塁します。ツーアウトから先制のランナーが出ました。そしてバッターは打ちました、ヒット、畠山一気に三塁へ、畠山三塁ですと。そしてバッターボックスはヒアネ、ここで決めて有利に進めておきたい、打ちました、畠山ホームへ、ファウル、投げた、外れた、ボール、低め攻めてきます、投げた、高速スライダーはボール、いいコースですがわずかに外、ストレート外れた、フォアボール、これで満塁です。そして迎えるバッターは塩見、どう出るか、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになる、山崎三塁回った、スワローズ2点入りました、塩見二塁へ到達、ツーベース、タイムリーヒット、これでツーアウトランナーは二塁三塁。ここでバッターは大松、この回畳みかけていくか、打った、ヒットになります、塩見一気にホームへ、スローズこの回4点目、4対0。先ほどの得点シーンをもう一度ご覧いただいています。スワローズ得点を挙げなおもランナー一塁、ここでバッターボックスは広岡、ランナーを進められるか、高速スライダーはストライク、さあこれで決まるのか、三振、最後は空振り三振に切って取りました。3回の表が終わって4対0、スワローズこの回4点を取り先制しています。ゲームは中盤4回に入ります。バッターは6番奥村、打ちました、破っていった、奥村ナイスヒットです。そしてバッターは大引き、ランナーを進められるか、直球見送ってボール、フルカウントになった、バントした、これがショーフライになって見事バントを阻止しました。そしてバッターボックスは松本、インコース打った、ヒットになります。奥村二塁蹴って三塁へ、松本クリーンヒット、チャンスを広げています。そして迎えるバッターは畠山、リードを広げておきたい、投げました、見送ってボール、ツーエンドワン、バッティングカウント、バットをへし折った、ファールボール、
さあ仕留められるか。打った、ファウル。第6球を投げました。打った、センターへ上がった。これは犠牲フライになるか。抑えた。三塁ランナーホームイン。スワローズ1点入りました。5対0。スワローズ得点を挙げ、なおもランナー1塁。ここでバッターは山崎。投球3球目、低め決まってストライク。これで追い込みました。さあ次は何を投げてくるか。打ちました。ディクソン下がっていった。ファールボール。打ちました。取って、これで3アウトチェンジ。4回の表が終わって5対0。スワローズこの回1点を取り、リードを広げています。イーグルス残念ながら今日は黒星ということになりました。圧倒的な戦力の前に力尽きてしまった。敗戦投手菊池。さあそしてこれからヒーローインタビューが始まります。今日の主役は何といってもこの人。2失点しましたが好投です。今日のヒーローはもちろんこの人です。